チョコ先生です。皆さん明けましておめでとうございます。2021年もよろしくお願いします。今日はこのチャンネルを開設して初めて迎える新年ということで、今年の目標と題しまして、2021年をどんな年にしたいか発表していきたいと思います。今日はほんと淡々と喋っていくだけになります。で、目標をね大きく分けて2つ考えてきました。1つ目、ざっくりした目標で、二つ目は具体的なやつ。じゃあまずこの一つ目のざっくりした目標から喋っていきたいと思います。私漢字好きなんで、今年のね一文字を考えてきました。それがねこれです。おー、一発で書けた。ちょっとバランス悪いけど、まあいいかな。続けるという字が今年のざっくりとした私の目標です。どういうことかと申しますと、今まで通り、とりあえず好きなことを継続していくっていうことと、あと、動画の制作を必ず継続していくっていうこと。で、三つ目がめっちゃ大事で、楽しみながら発信し続けること。この三つの意味を込めて、この漢字をね、セレクトしました。まあ、楽しくなくっちゃ元も子もないっていう感じなので、こう無理にペースを上げたりはしないで、まあ、今まで通りだいたい週に1回ペースで動画を上げていったり、私は字を書くのが好きなので、まあ、毎日ね漢字を書いて先生みたいな字を極めていきたいなと思っております。はい、ざっくり目標は以上で、続きまして、具体的な目標を発表します。で、具体的な目標ね、3つありまして、1つ目、常用漢字を極める。実は去年の10月ぐらいから、こういう本をやってまして、新字形と筆順という、これにお手本が載ってるんですね。見えますかね。これを今一文字一文字やってる最中でして、小っていう字、ちょうどねこの間1000文字いったんですよ。なので、まずこの本はとにかく一周すること、3冊目に突入している感じですね。こんな感じ。なんか前ね別な動画にもしたんですけど、10マスあるんで10みたいな感じでどん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 書いていくっていうのを、2136文字分やろうっていうのを勝手にやってます。これぐらい書いたら字が上手になるんじゃないかなと思ってやってるんですけど、これがねめちゃくちゃ楽しいんですよ。綺麗に書けた時がすごい楽しいんで、ひたすらやってる感じなんですけどね。最終的にはこの常用漢字を今年1年で5週ぐらいできたらいいかなと、まあそれに向かって頑張りたいなと思います。2つ目です。はい、100回雑談する。どういうことかと言いますと、今までは自分の好きなものについて一方的に喋る動画を主に出してきたんですけど、他の人が好きなものも知りたいので、今年から視聴者さんをゲストに呼んで雑談する動画を増やしていこうと思っています。これはね通算100回っていう風な目標なので、去年の時点でお試し雑談をもう8回ぐらいやってるので、100分の8は終わっているという換算で、あと92回ぐらいやれたら目標達成ということで、はい。私と一緒に喋ってくれるよっていう方は、概要欄の雑談書き方教室の参加はこちらっていうやつから、申し込みをお願いします。3つ目です。はい。YouTube のチャンネル登録者数を250人くらいになったらいいなーっていうやつです。なんでこんな中途半端かつ少ない数字かちょっと説明します。このチャンネル去年から始まって、4月から12月までの間で、92人ぐらい、登録してくれたんですね。同じペースで増えていったと仮定すると、138人ぐらい増えてくれるといいなーっていう計算です。なので、まあ、92+138で230人。まあ、そこにちょっと情報修正して250人くらいになったらいいねくらいの感じです。まあ、夢はでっかく100万人とかね、言った方がかっこいいかもしれないですけど、自分が無理なく楽しくやることが第一なんで、現実的なペースを考えてこの数にしました。ざっくり目標の続けるっていうのと関連して、この動画の更新ペースを継続することができれば、達成できる数字ではないのかなと思ったので、この数字にしてみました。まあ私はチャンネル登録者数を増やそうと思って動画を作ってるわけじゃなくて、好きなものについてこう語り合える場を増やしたいとか、好きなものについて喋れる楽しさみたいなものを
いろんな人に知ってほしいなと思ってこれやってるので、いろんな人と喋って、なんかその人の好きなものを全部肯定していきたいなっていうか、そういう風に思えるようにやっていきたいなとは。で、自分も人が好きなものを食わず嫌いするんじゃなくって、とりあえず見てみようとか、とりあえずやってみようっていう感じの精神を大事にしたいなと思ってるので、今年はたくさんの人と喋ったり、まあ、自分の好きなことをとことん追求していけたらいいかなと思っています。というわけで、今年の目標を発表しようの回はおしまいです。結構具体的な目標を立てると計画を立てやすくなるので、ぜひやってみてください。じゃあ今年2021年の12月31日にこの目標が達成できたかどうか振り返りをやる予定なので、また1年見守ってください。本年もよろしくお願いします。それでは本日の動画は以上になります。ありがとうございました。